で、ゼネコンの海外進出のランキングもですね、結構聞かれたりするっていうのがあるんですけども、実際ゼネコンはですね、日本のですね、2021年の場合ですね、実際ゼネコン、日本のゼネコンどれぐらい進出してるのかと。大成建設ですね、まず1位は。で、次が鹿島ですね。あとは三菱重工が3位に来てますね。まあ、4位が清水建設という形。まあ、5位が住友建設ですね。まあ、このあたりですね、やっぱり日本でもかなりですね、幅を利かせているゼネコンですよね。やっぱりその分だけですね、海外への進出も実際に可能になっているというところが言えると思います。グローバルなビジョンと戦略とかですね、地域への適応力と文化の理解ですね。あとパートナーシップ構築と現地ネットワークの形成とか、品質と技術の追求というところで、まあ、当たり前の部分も入っているんですけども、やっぱりパートナーシップの構築はですね、お手伝いできるかなと思います。